今回は彼女の聖域というゲームの豪華版に付属する抱き枕カバーの紹介をしたいなと思います。こちらの商品、定価で1万円ぐらいですね。すでに販売終了してて、未開封のものであれば1万3000円ぐらいで中古で、売ってるっていうような感じのものです。はい、で早速なんですけど、名前は秋吉冬香ちゃんだそうです。まだゲームやってないんで、キャラクターとかあんまり把握できてないんですけど、紹介ページとか見た感じだと、お嬢様キャラらしいですね。で、主人公に対しては S キャラらしいです。で、稀に丸、M 系を見せるらしいというようなことが書いてありました。デザインの方を見ていきたいなと思うんですけど、まず、黒髪のロングですと。で、ちょろいオタクなので、黒髪ロングって結構好きなんですよね。可愛いなと思いました。で、気の強そうな表情してるなと思ってて、この表情もまた絶妙でいいですよね。で、あとは鎖骨が見えてて、そこから胸元が見えてるみたいな感じのデザインですね。で、こう下の方に行くと、こうスカートの中から足が伸びてて、タイツ履いてますと。ちょっと見た感じ、足の描き込みはあんまりこだわり感じないというか、簡易的な感じで描いたのかな。簡易的はちょっと言い過ぎですけども、ちょっと上の方に比べると、あんまり描き込まれてないなーっていうような印象を受けました。ただ抱き枕って自分で抱きつくときに見るのって結局顔とかそのあたりなので、別に足の方にそんなにね、労力割いても、それよりも上の方を取ってくれたら嬉しいんで、全然いいんじゃないかなと。こう全体で見てみると、デザインがゴテゴテしてなくていいなって思いました。結構エロゲなキャラクターって、こう髪の毛にいろんな髪留めついてたりとか、奇抜な格好してたりとかってよくあるんですけど、この子は割とシンプルな感じなので、とてもいいなと思います。で、ちなみに触り心地の話もしたいなと思っていて、生地はアクアライクラっていう生地らしいですね。で、触り心地、一番最初は結構硬かったんですけど、だんだん馴染んできたら、だんだん柔らかくはなっていきますけど、それでもやっぱりちょっと硬めかなっていう気がしますね。ただ全然不快感とかないです。抱きついて柔らかいなっていう感じですね。どっちかっていうと耐久性がありそうな感じになってます。はい、じゃあちょっと裏面見ていきます。裏面はアダルトゲーミングの付録なんで、センシティブなデザインになってます。で、表情はですね、表と打って変わって、余裕のなさそうな顔というか、ちょっと涙目になっちゃってる感じですね。はい、ね、とっても可愛いと思います。首から下も絶対映せないんで、ちょっと顔だけにしときますけど、はい。そうですね。下はタイツも脱ぎかけてていい感じだと思います。やっぱ表情がいいですよね。キャラの設定で稀に M 系を見せるらしいってあったんですけど、それっぽい表情なのかなと思いました。あとまとめっていうことで、ちょっとまとめておくと、まずキャラデザインがすごい好みでした。で、やっぱそうですね、黒髪ロングはいいなっていう感じですね。この抱き枕が特にいいなと思ったのは、表面と裏面で真逆の表情を楽しめるっていうのが嬉しいですね。表面は強気な顔で、裏面がちょっと余裕のなさそうな涙目な顔っていうことで、一粒で二度おいしいみたいな感じなので、とってもいいなと思いました。そんな感じです。はい、ありがとうございました。